皆さんおはようございます。朝早くからこのようにたくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日そして明日と1年に1回ですけども NICT のオープンハウスをこの本部にて開催させていただいております。今年は小中学生の方たちにも明日ですね土曜日来ていただけるようなコーナーを設置しておりまして、新しいオープンハウスの形を見ていただければと思っております。で最初に私の方が本日の石黒先生の特別講演の前に30分ぐらい NICT オープンハウス2019開催にあたってということで最近の研究成果の概要とそれからこのあと NICT はどちらの方向に進んでいくのかというお話をさせていただければと思っております。40数枚スライドがありますので少し早口になるかもしれませんけどもご容赦いただければと思います。まず最初に NICT の方なんですが ICT 分野を専門とする我が国唯一の公的研究機関でございます。で特に ICT 分野の研究開発はもちろんのことこの右側に3つセグメントを書いておりますけどもパブリックサービス例えば日本標準時の決定とか標準電波の送信業務または無線機器の構成そういうようなパブリックの業務をやっております。それから研究開発最後にですね例えばですけども民間とか大学等が行う情報通信分野の研究開発の支援等もしておりましてファンディングエージェンシーとしての役割も持っております。約現在100名程度の方が働いておりましてそのうち520名が、有機の方も含めて研究職でございます。そのうちの約9割が PhD を持っております。これが私たちの研究機構の中の研究所または研究センター等の所在地なんですけども北は仙台東北大学のキャンパスの中に対災害 ICT 研究センターがございます。でこちらが小金井の本部でございますけども京阪な関西地区にですね3つ研究拠点がございます。1つは30年前にできました未来 ICT 当時は関西支所と呼んでおりましたけども未来を開く基礎的な ICT の研究をしているグループそれから京阪那にユニバーサルコミュニケーション研究所それから先進的音声翻訳研究開発推進センターがございます。ボイストラというのが後で出てきますけどもお使いになっている方もいらっしゃるかと思います。それからさらに先進的な研究テーマでございますけども脳情報通信研究センターというのが大阪大学のキャンパスの中にやはり建っている建物で阪大病院の横にありますけども脳情報通信の研究をしているセンターがあります。一番南に、沖縄の電波電磁波技術センターがあります。ここにはいろいろパブリックに展示しているものもあればアンテナ群や何かがついている、非常に幅広い空間的にも幅広いですし研究テーマとしても非常に幅広い分野をカバーしております。今現在 NICT は第4期中長期計画といいまして5年ごとに研究計画をアップデートしております。今2019年度ですのでちょうど4年目に差し掛かりまして第4期中長期計画の研究の最後のまとめを向かって頑張っているというところです。ここにリングが2つほど書いてありますけどもこの第4期中長期計画では5つの重点分野を捉えております。1つがまず見るセンシング分野で後で事例が出てまいりますけどもゲリラ豪雨などの気象情報のセンシングから宇宙環境のセンシング技術まで非常に幅広いセンシング技術を持っております。それからつなぐということで、ネットワークの研究所としてこちらでは電波圏と言われた時代から有名ですけどもワイヤレスのネットワークだけではなくて革新的なネットワーク技術であったり大容量のマルティコアの光通信技術こういうものをやっております。それから作るということでクリエイトの作るですけどもデータの利活用分野ということで AI を使った多言語音声翻訳技術であったりソーシャルネットワークサービス上で出てくるいろいろなツイートの文章などを解析して対災害に使ったりします社会知解析技術、こういうものが作られております。
それから下のこのループの中に、まず最初にサイバーセキュリティの分野守る、まあ、次世代のサイバー攻撃分析、検出技術または IoT デバイスにも実装可能な軽量の暗号とか認証、まあ、対量子計算に対する対量子暗号系等も研究しているグループがございます。で最後、先ほどお話ししました、あの神戸にあります未来 ICT 研究所が開くということで、フロンティア研究分野で量子光通信技術であったり、未来の ICT を支えるためのデバイス技術ですね、こういうものをやっております。でこの第4期ではですね、ここに書いてあります、今あのご説明した5つの重点分野、見る、つなぐ、作る、守る、開く、この5つの分野に加えて、ほぼ、ミラーイメージで右側にこれらの研究開発成果を最大化するための部門としてオープンイノベーション推進本部というものを作ってございます。まあ、なるべく、ICT によってですね、新しい価値を創造することを加速して新しいICT 社会へ研究成果を還元していこうということで、このオープンイノベーション推進のための部門ができております。ちなみにですね、あのちょうどこのオープンハウスに合わせまして、前からもいろいろ中では作っておったんですけども、 NICT シーズ集っていうのを NICT の中でググっていただきますと、シーズでググっていただきますと、今の見る、つなぐ、作る、守る、開く、それから使うというこの6つのキーワードでですね、 NICT が作ってきたいろんな研究成果を企業の方であったり大学であったりいろいろ一緒にですね、これらを使って社会へ新しい価値を創造していきましょうということで、このページがあのできておりますので、ぜひあの産業界、大学、地域の方たちに見ていただければと思っております。から私があの2年前に着任をさせていただきまして、その時にあのこの COOC っていうんですけども、この運営方針で一つの鍵がコラボレーション、オープンイノベーションっていうんですけども、言うのは簡単なんですけど、なかなかあのオープンイノベーションを推進していくためにはやっぱオープンマインドがないとダメでして、相手の分野をリスペクトしないとダメなので、まあこの O とそれから最後のチャレンジャーの精神を忘れずにやっていきましょうということで COOC をやっています。特にあのコラボレーションの方では、私たちの研究機構では非常に専門性の高い研究者の方が多いので、縦に深く深く深く入っていってしまいます。そのため、まあ、自分の分野以外の他の分野とのコラボレーションにより新しい分野を生み出してほしいという願いと、それから国内外の研究機関、企業、大学、地方自治体といったさまざまなステークホルダーの方々とのコラボレーションを、まあ、従来以上に加速していきましょうということを言っております。それからオープンイノベーションに関しては、その技術的なイノベーションだけでは解決できないものが非常に多くなってきておりますので、例えば自動運転なんかがそうですけども、社会的なイノベーション、まあ、またはソーシャルイノベーションといいますけども、制度的な枠組みであったり保険の枠組みであったり、そういうこともペアで考えて、これら両方を考えた形のイノベーションのエコシステムっていうのを考えながら進めていきましょうということを言っております。まあそれから NICT ではあの ICT の最先端技術を開いていく研究機構とすべく、絶えずまあチャレンジャーの気概を持って活動していきましょうということを言っております。でこの後あの私の方で個々のハイライトを少しご紹介させていただくんですけども、非常にオムニバスになって多岐にわたります。で全体として NICT は何を目指しているのかなということを少し各論に入る前にまとめたスライドがありますので、新たなその社会をどう作るか、まあ日本では内閣府を中心にソサイティ 5.0 って言葉がありますけども、 NICT 的にはセーフ&セキュアな、安全で安心なソサイティ 5.0 を目指していこうと、まあ、内閣府の言葉ではサイバー空間とフィジカル空間、私たちが今ここにいるのは現実空間ですけど、コンピューター上の中で作られているサイバー空間と高度に融合させたシステムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会、まあ、5.0 の由来はご存知のように 1.0 が狩猟社会、 2.0 が農耕社会、 3.0 が工業社会、
4.0 が情報社会、その次を目指すってことなんですけど、なかなかイメージが湧かないのですが、ちょうどですね、総務省さんの方で、G20 に向けて ICT グローバル戦略っていうのを大臣の方々と議論する機会がございまして、私も参加させていただいてたんですけども、基本理念としてですね、どういう社会の形かっていうとですね、一つのキーワードは人間中心、二つ目が持続可能性、三番目が多様性ですね。ダイバーシティって意味の多様性もあれば、インクルーシブって意味の多様性、これらのような特徴を持った社会によって、産業構造、労働環境を効率化し、多様なライフスタイルの実現や新たな価値を創造できる豊かな社会を実現していきましょうということで、このグローバル戦略では6つの戦略があります。デジタル化による SDGs 達成戦略、データ流通戦略、 AI-IoT 利活用戦略、サイバーセキュリティ戦略、 ICT 海外展開戦略、これから私がお話しする NICT の個々の、技術に関してもほぼここの戦略の中にカバーされております。で、先ほどのサイバーっていう、そのコンピューター上で繰り広げられる空間と、から私たちが住んでいる物理空間上のところなんですけども、サイバーとフィジカルの融合って意味が少しこの図で説明させていただこうと思ってるんですけども、私たちの例えば一つ一つの工場の中のものの動きをセンシングしたり、車の動きをセンシングしたり、従来のセンシング技術より非常に安くてですね、効率よくネットワークでつながってサイバー空間に取り込めます。で、それらのデータが収集され、流通され、蓄積され、AI 等を使って分析解析または予測されるってことがされます。で、その結果をもとにもう一度、例えば交通流ですと信号機の制御にフィードバックして、その結果交通が変わりますけど、それの流れが変わったものをもう一度センシングして、もう一度システムに入れて最適な制御を回すということで、ぐるぐる回っていきます。このループがきちっと回ることが非常に大事だと思っておりまして、主にこれからお話しするいろんな要素技術を組み立てていきますと、サイバーフィジカル空間の中の状況認識が、これレベル0って呼んでますけど、何が起きているかが把握しやすくなる。2つ目はそれらを容易に可視化することが可能になる、可視化することによって気づきを与える。それから先ほどの交通制御のような最適化ができるようになる。その後、例えばですけども宇宙天気予報とかゲリラ豪雨のような予測ってことが効率よくできて、例えば避難行動を早く、従来よりも早く予測して人々に伝えることができる、このループがぐるぐる回ってくるので、従来からあるサイエンスとかエンジニアリングがかなり変わると私は思っております。失礼しました。それで NICT が支えているさまざまな基盤技術とか基礎技術っていうのは、一言で言いますと、サイバーフィジカルスペースのための次世代のサイエンスと次世代のエンジニアリングを作り出していくグループだとご理解いただければ。で、このあと少し早口になってしまって恐縮なんですけども、5つの重点分野、社会を見る、社会をつなぐ、社会の価値、新しい価値を作る、社会を守る、で未来を開くと、この5つの分野の、昨年から今年にかけてのハイライトの部分を、ご紹介できればと思っております。まず最初に、センシングの分野なんですけども、これはさまざまな研究グループとタイアップして共同で長年進めてきました、フェーズアレイ気象レーダー、これがマルティパラメーター化されてまして、降雨レーダーのフェーズアレイ化により、またマルティパラメーター化によって従来の降雨レーダーの高速化と高精度化が実現されております。これは埼玉大学の上についているレーダーですけども、従来のものですと3次元の雨雲をスキャンするのに30分かかってたわけなんですけども、これ5分かかってたわけですけども、30分が5分300秒かかってたものが10分の1の30秒ですね、30秒でスキャンできるようになりました。そのスピードアップがこのフェーズアレイによって早くできるようになりました。特にゲリラ豪雨等があった時に3次元で雲の、こ
これはスマホのアプリケーションですけども、商業用のやつで無料のやつは 3D の雨雲レーダーっていうので、スマホで検索していただきますと関東地方3次元的に雲が出ております。今日も埼玉県と千葉の方で少し雲が出ておりますけども、雲の高さまで含めてですね、雨雲の状態が見れるような形になっております。まあ、実際にこれが東京オリンピックに向けてかなり大事なセンシングデバイスになると思っています。もう一つは時空間関係で、先ほど日本標準時の算出をしているとお話をしましたけども、実はこういうパブリックサービスをやっているチームも時々刻々新しい技術の開発をしていまして、一つはここに挙げます次世代の光周波数標準、光格子時計の技術をやっていまして、非常にですね精度の高い、ここに書いてありますけど、小型アンテナをイタリアに設置し、ファイバーリンクされた日本とイタリア間で高帯域 VLBI による大陸間光格子時計の周波数比較を世界で初めて実現して、非常に高い精度で世界の標準時と同じ値が 0.8 ナノ秒しかずれていないものを検出したということで、こういう新しい技術、それからここにはちょっとスライド出ておりませんけども、もう 1,2 年しますと私たちのスマートフォンとか携帯の中、または腕時計に入るような原子時計ですね、そういうものもMEMSの技術で出来上がってくると期待しております。これは先ほどの気象の地上のサーフェイスではなくて、宇宙からの影響をセンシングする技術ですね。宇宙環境センシングっていうことで、NICT では長年宇宙天気予報っていう言葉で毎日ですねウェブ上で発信しております。これは例えば、北極の上を飛ぶ飛行機のパイロットの方たちはこの宇宙天気予報を見まして、あまりにも被曝量が多いような状況であれば飛行経路を少し変えるということで、実際にこの宇宙天気予報、またはですね今このチームは例えばオーロラの発生や何かも予測できるようにしようなんてことをやっておるんですけども、今年はこれらたくさんの画像をもとにですね、AI 技術、深層学習、ディープラーニングを用いた太陽フレアの予測運用システム、ディープフレアネットって彼らが呼んでますけども、これが実際に、この右側がウェブページですけど、太陽の活動は実は11年周期で、今は割と穏やかな時期だそうなんですけども、その太陽フレアでどういう影響があるかってことを予測する、太陽フレア予報運用システムが実際に作られて動き出しています。実際に太陽フレアでいろいろ影響が強い場合にはですね、通常の1000倍以上に及ぶ大規模太陽フレア、例えば X、 これはマグニチュードっていうのは地震の場合には M が使われますけど、規模によってアルファベットの文字が変わります。 X っていうのはかなり強いやつで、マグニチュードの地震でいうと8、9とか10とかそこら辺になると思いますけども、かなり高いレベルのものが2017年の9月に起こりました。でそれに伴う影響について情報提供やメディア対応を実施というんですけど、私たちの生活の中では今、飛行機の例を言いましたけど GPS が影響を受けます。例えば農地や何かで自動運転している耕運機や何かがあった場合には非常に大変な予報がありますので、こういう予報が非常に重要になってくると。それからこれはつなぐの光ネットワークの方なんですが、大容量化が進んでおります。皆さんの周りでは 5G って言葉がだいぶ毎日のように耳にされると思うんですけども、実は最後の無線のホップが速くなれば当たり前ですけど、その裏側でデータを通すための光ファイバーのところはもっとデータが取らなければいけません。それで、ここでは2つの技術をお伝えしているんですけども、コンピューターチップがマルティコア化になったのと同じようにですね、光ファイバーも実は1本の赤外ファイバーの中にたくさんのコアが作られていまして、まず右側は19コア1つのケーブルの中に、今回の NICT のオープンハウスでも実際にこのケーブル持ってきてますので、見ていただける場所がありますので、ぜひ覗いていただければと思いますけども、
この19コアで行った場合にですね、これがまあ長く一気に行けばいいわけですね、7000キロとか8000キロ。これをですね、増幅装置を作ってあって、19のコアを増幅させることによって2009キロまで、まあ、この715TBps ですか、10の12乗ビットですね。さらにですね、これですとちょっと通常のファイバーよりは太くなってしまうので、左側はですね、もう少し産業界現実に私たちの身の回りですでに引かれている光ファイバーを引き抜いて、同じ口径でもっと大容量のものを引きたいっていう時に使えるような、同じサイズのファイバーの中に4コア入れて3つの転送モードで送るとですね、従来までは 0.15PBps だと、ペタっていうのは10の15乗ですけども、それが一気にですね 1.2PBps まで転送ができるような技術ができています。でこれただ送るだけじゃなくて、実はスイッチングもできるような技術を作っています。で同じように光ファイバーの中でですね、面白い技術がありまして、レディオオーバーファイバー、光ファイバー無線と呼ばれている技術なんですけども、これはあの実際に、昨年マレーシアのクアラルンプール、まあ、日本でも実験はしてるんですけども、航空路の滑走路の中にですね、例えば3センチぐらいのボルトが落ちてるとか異物が落ちてるものを、この航空路の滑走路の横に置いてある、こういうシステムから、レーダーシステムからですね、90ギガヘルツのミリ波のレーダーになるわけですけども、それでセンシングして、この後ろ側ですね、システムまで届くところに先ほどの光ファイバー無線の技術が使われていまして、非常に高精度でですね、異物を30秒以内に検知できるようなシステムを実際に企業の方たちとともにですね、ここに書いてありますけれども、日立国際の方々とともに実証実験しています。同じようにですね、この90ギガヘルツのミリ波レーダーと光ファイバーを使いますと、非常に面白い実験がされておりまして、北陸新幹線で240キロですかね、走ってる最中に 1.5GBps の通信をサポートするとか、そういう技術もできてきております。それからこれは価値をクリエイトする部分のボイスラの例でございますけども、多言語音声翻訳技術で、これはあの非常に研究が約 ATR の方たちが始めてから30年間研究成果が蓄積されて、かつ最近のディープラーニングの成果を取り入れることによって、ニューラルマシントランスレニューラルベースマシントランスレーション NMT っていう、まあ、あの機械学習を使った、技術に進化して、精度と、まあ、かつその応用範囲も同時に広がっておりまして、警察の方々、防災の方々、鉄道業者の方々、それから新しいアプリケーションですね、例えば日本郵便の郵便局全国2万局にですね、このボイスラの端末が入っておりまして、ボイスラは現在31言語を入っておりまして、ぜひあのお時間がある方はぜひ、もし、ちょっと恐縮ですけども、こうあの画面をこんな感じでですね、ボイストラというので出てきますので、やっていただきますと無料で使えます。つい最近も G20 でつくばで会合があった時に、私たちボイストラデモしてたんですけども、海外の方が聞いてですね、即あのダウンロードして使われています。で一方あの商用化も進んでおりまして、オフラインで使えるイリのログバーとかソースネクストのですね、ポケトークなどでも、ポケトークもたくさんの言語翻訳できますけれども、いくつかの主要な言語は NICT のエンジンを使っています。同じように、翻訳バンクを活用した社会経済への活動ということで、あの今の音声だけではなくてテキストの自動翻訳技術も進化しております。で通常の翻訳技術っていうのはウェブ上でサイバー空間上にある言語ペアを取ってくる技術、クローリングって言いますけど、取ってきて知識をこう増幅していくわけですけど、そうではなくて、例えばですけども、薬業界、創薬業界が持っている薬の治験実地計画書、こういうものは当然ですけどあんまりウェブには出てないんですね。で専門用語がたくさんあるわけですけど、それを100万文ぐらいを私たちのところに
提供していただいて知識を増幅するとアダプテーションと言いますけども、より精度の高い翻訳文ができるようになりまして、これは集合知モデルでいろんな方々に専門の翻訳データを出してくださいと。それをやることによって今まで知見の実地計画書4週間ぐらい翻訳外注と構成でかかってたものが、これを使うことによって2週間ぐらいで下訳修正構成だけで済むということで、これによって例えばですけど日本で新薬が早く患者さんに届くとか、新薬の販売費用が安くなると、こういうメリットも起きてきています。それから少し時間がないので飛ばしますが、先ほどご紹介した大阪大学のキャンパスの中にある脳情報通信の研究センター CNET っていうんですが、ここでは少し長期的な意味で未来の技術、情報通信技術、私たちだんだん年取ってきますと身体性が損なわれて、最終的に例えば脳だけが動いていく、目も動いたりいろいろ動くと思いますけども、その脳活動の情報を理解しようということで、人間の視覚体験や視覚情報がどのように脳の中へエンコードされて入っているか、エンコードモデルって言いますけど、それから脳情報の活動をセンシングすることによって、これをデコーディングすると、ここで作られた活動、このデータだけですね、たくさん今 NICT では蓄積してますけど、それをもとにこういう映像を見てるんではないか、ヨーロッパの方たちはこれを見せるとマインドリーディング技術で危険だって怒られるんですけども、脳活動から読み解く、この場合には画像で読み解く、またはこの映像を見た時に A man is in the back of the umbrella、これマンじゃなくてウィマンですけども、こういうふうに文字でデコーディングする、文章デコーディング、こういう技術ができてきております。それからサイバーセキュリティ、守るの分野では、長年いろいろな技術を作ってきております。一つはいろんな地方自治体で使っていただいておりますけども、マルウェアで攻撃を受けた時なかなか気づきませんで、それを外側からですね、見るニクターとかダイダロスというツールがありまして、これは対サイバー攻撃のアラートシステムっていうので、地方自治体700数個の自治体が使っておりますけども、自分たちの組織の例えばパソコンがスポイル、マルウェアでスポイルされて踏み台にされて、そこから使われてないアドレスにパケットが飛ぶとですね、マルウェアが起動しているってことが分かるので、存在しないアドレスにトラフィックが出るところを捕まえてですね、警報を出してくれるようなシステムです。でこういうさまざまなツールが NICT の中ではできているんですが、その情報がキュアということで、サイバーセキュリティユニバーサルリポジトリというのに今集合されておりまして、このデータを使うことによって、効率よくセキュリティを分析したり、攻撃を分析したり解析できるような環境ができてきています。それからもう一つ、人材育成の方もサイバーセキュリティの方は非常に大事でありまして、ちょうど2年前からナショナルサイバートレーニングセンターというものが NICT の中に設置されまして、実践的なサイバー演習サイダーというものと、毎年約3000人ぐらいの方を対象にやっております。それから東京オリンピックパラリンピック2020に向けた、特に組織委員会の方とかですね、関係する方たちに来ていただいて、初級中級準上級クラスのトレーニングをやっております。それから1年かけて若い人たちを対象に、若手セキュリティイノベーターということで SEC365 をやっております。毎年約50名ぐらいの方に来ていただいて、いろいろなことを体験していただいています。であと2つだけスナップショットで、未来 ICT の方では1つは量子情報処理関係のチームが動いておりまして、特に量子情報通信の技術では東京 QKD っていうのをすでにここで実験をしてたんですけども、さらにですね、一歩進めて東京高知間の医療用の広域秘密分散ストレージネットワークを実証実験しまして、いかなる計算機でも解読不可能な形の秘密分散ストレージ技術の原理実証実験に成功しております。
まあ、疑似的な医療データを使ってですね、流通させて蓄積するような分散秘密ストレージをデモンストレーションできました。それからもう一つは先ほどお話ししたような未来の ICT を支えるデバイス技術っていうのも作っておりまして、酸化ガリウム等でも世界的な成果が出ております。少し時間が過ぎておりますけど、あと 2,3 分いただいて、これからの取り組みということで、まあ、すでに今見ていただいたようにたくさんの研究所研究センターでいろいろ活発にされているんですけども、私たちいくつか新しい取り組みを挙げております。一つはここに書いてある外部連携内部検討、研究者によるアカデミックな議論、多種多様な社会的な活動とアイデアの創出ということで、一つはこの NICT オープンチャレンジとかオープンアイデアソンって形でいろいろな NICT の外部の方を巻き込んで、活発にですね研究開発を進めていきたいと。もう一つはその NICT オープンサミットということで、研究者有識者の方たちと、まあ、深い議論をさせていただきたい。これは昨年やった多言語音声翻訳コンテストで、言葉の夜明けぞよということで、私たちが持っている多言語音訳翻訳のデータであったりアプリケーションを利用して、さらに価値が新しい価値を持ったサービスを作ってくださいというアイデアソンをやりました。まあ、同じようにですね、まだ今日もご覧になれると思いますけど、 AI 関係のデータをNICT の中では蓄積しております。これ今 AI データテストベッドと呼んでおりますけれども、これらを使ってもですね、新しい形のアイデアソンまたは、ハッカソンができればと思っております。これが昨年実は自然地と量子のテーマでオープンサミットを沖縄で開催しましたけども、今年もですね東京で量子情報通信と人工知能のテーマで、オープンサミットを進められたらと思っております。少し時間が過ぎてしまいましたけど、 今見ていただいたように、まあ、非常に時代がですね、新しい時代に向けて進化している時だと思っております。まだ私たちの周りでは自動運転等が走っておりませんけども、いろんなテストはやられております。データもますます自由に共有できるような形の環境が整ってきておりますので、まあ、そういう意味では NICT が作っている個々の素晴らしい基礎基盤的な技術をどういうふうに組み立てて新しい価値のあるサービスなりアプリケーションを作って社会的課題を解決していくかということが、まあ、今後の、見せどころかなと思っております。ぜひですね、今日この後の石黒先生の特別講演、それからいろいろな展示がこの会場の後ろの方でもやられておりますので、お時間の許す限り NICT のでも見ていただければと思っています。どうもご清聴ありがとうございました。